はようございますね。1レースというのはなんかこういう自動番組というかオール予選ならではの感じですが、どうですか？でも宮杯でも予選で走ってるので違和感はそんななかったです。まあ、今日まず野口さんの番手ということだったんですが、やっぱりつけたい選手だったっていうのが。そうですね、野口は本当同世代でもうずっと先行貫いて頑張ってる選手だし、自分ともまるっきり逆の、ね、逆質な選手なのですごく魅力ありますよね。はい、でもこれからもそのケースバイケースでその地区とかじゃなくこうつけたいっていう選手いたらまた連携っていうケースも出てくる感じですか？そうですね、もう自力にとことんこだわってるっていう感じじゃないのでまあ自在選手として、まあ勝負できる位置を選択していきたいなと思います。で実際今日はちょっと苦しい展開だったんですけど、その後のリカバリーですとかなんとか。いやでも最後のちょっとあんま踏めなくて悔しい思いをしました。セッティングは結構ガラッとなんかいじったということ。セッティングをいじって乗り方のポジションも全部180度変えて、すごく道中は楽にはなりましたね。あと3日間楽しみにしてます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。